皆さんおはようございます。オーストラリアから真っ赤清美ですけれども、今日はなんとじゃーん、ここ日本のパンダスタジオさんの方にお邪魔しております。さて今日はですね、パンダスタジオさんにスペシャルゲストをお迎えしているんですけれども、今日はこちらのリーベックさんからお二人のゲストをお迎えしております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて今日朝からですね、わざわざこのパンダスタジオさんに駆けつけていただいたのにはいくつか理由があるんですけども、はい、早速自己紹介からお願いしたいと思います。桜井さんお願いいたします。はい、すいません、平和製紙工業の桜井と申します。はい、よろしくお願いします。リベックでは、はい、販売とマーケティングですね、はい、一応まあ広報も兼ねてやっておりますので、はい、今日はよろしくお願いします。新製品の紹介させていただきますね。よろしくお願いします。実は桜井さんが今日ここにいらっしゃる理由なんですけれども、はい、ついあれ桜井さん5日ぐらい前でしたっけ。そうですね、1週間ぐらい前ですね。フェイスブックでパンダスタジオ の, あのキバインターナショナルさんの西村社長と私が、はい、なんか楽しいね、日本行ったらあのご紹介できないでしょうかっていう時に、はい、たまたま桜井さんがそのコメントをご覧になっていて、はい、はい、で西村社長が、あ、だったらリーベックさんの素晴らしいですねこのクレーン型のですね新商品があるから、はい、ぜひ埼玉の方に取材に伺いたいと、はい、いう話だったんですけど、はい、実は桜井さん、これまだこれからの商品ということですね。そうですね、今一生懸命工場で作ってる、一つ一つ職人が組み上げてるということですね、はい、ねえ、はい、今まさに作られている過程ということで。そうですね、はい、あのそういえばまたお隣の方をご紹介してからじっくりと商品の方をご紹介していただきたいと思います。それではお隣の方、自己紹介お願いいたします。平和製紙工業サービスの山村と申します。よろしくお願いします。主に三脚のですね、修理の方を担当しております。はい、もう三脚のことだったら全てが分かるということで、今日はもう営業とそれから技術の面ともうしっかりサポートであのお送りしていきたいと思います。さあそれでは早速このリーベックさんのですね、最先端のこの三脚について桜井さんの方から伺いたいと思いますけれども、まずこちらの出来たてのですねパンフレットのをご覧いただきます。はい、じゃあご覧のように、はい、お願いいたします。はい、そしたらあのまずですね、まあ、説明する前にプロモーションビデオを後ろで流しますので、はい、そちらをご覧になってください。はい、じゃあお願いします。VTR スタート。スタート。せーの、VTR スタート。これね、生放送の面白いところで、これこのまま流れてますからね。はい。では VTR の準備ができるまで、はい、この最新のパンフレットでご紹介していきたいと思います。わかりました。はい。はい、これすごいですよ。私この間 Facebook の西村社長とのやり取りで、はい、ぜひここに乗って、はい、はい、リーベックさんのこのですね、あのクレーン型の三脚、はい、ぜひそのあの乗ってみたいと言ったんですよね。はい、そしたら乗るのはやっぱりちょっと難しいと。そうですね。はい、ちょっとじゃあ商品のご紹介をお願いいたします。はい、あのですね、はい、あのちょっとマッカイさんが乗られようとした、これおそらく先端の部分に乗られ乗ろうとしたんですけども、これですね、実は耐荷重が10キロなんですね。10キロ、はい、ま、あのでヘッドとあとカメラを含めて10キロになるんで、はい、幼稚園児が乗っても折れますね。ということで、はい、あくまで小型用のカメラ、はい、ということで、こちらの方が、はい、まあ、あるという形になってます。なるほど、はい、実はこの、最初の一番新しいこの商品が、はい、この世の中に出る前に実はパンダスタジオさんでその試作品をご紹介したことがあるということなんですが。そうですね、はい、はい、あのはい、ちょっと一回通しますかね。はい、バウンダリーが一回止めて頭が、はい、これもう止まってるんですかこれ。今止まってる。マイクが乗ってないんで、リハーサル、はい、リハーサル、はい、リハーサル、はい、リハーサル、楽しいでしょ。もういつもこんなことばっかりしてますのでね。はい、今度は VTR は出るのかな。出ると思うんだけど、45分でダダダダダって一斉に始まりますから音が、ええ、ね、はい、はい、今の流れたんだろうか。今の基盤で流れてたの。流れてたの。もう一回、何事もなかったようにもう一回やるの。音が流れてなかったってことですか。音が流れてない。音流れてます。素敵。あ、でもね、今のでもう準備できましたよ。あの腹式呼吸でみたいな感じ。音は入ったんですけど、バンダリーがそこに置いてあったんですごく遠く。ああ。ビデオと音があまりに違うんで、なんでだろうと思ったら、ああ、向こうにあったのね。カメラで見たら全然マイクの音が、私でもダンとか叩いてしないでよかった。じゃあ45分から一斉に音が始まりますから行きますか。はい、はい、頭から、はい、もう一回行きます。何事もなかったように行きますからね。はい、はい、
今日だからね、一緒に乗ったら楽しかったですよ、車の中に。めちゃめちゃこんなんですから。そうですね。予定がなければよかったんですけど、結構ギリギリなスケジュールで。もう西村社長がもう本当にもうピーターパンですから。もうね、いろんなとこ飛んでっちゃいます。皆さんおはようございます。おはようございます。オーストラリアゴールドコーストからマッカイ清美でございますが、今日はなんとじゃーん、日本の、はい、キバインターナショナルさんのパンダスタジオさんにお邪魔しております。皆さんおはようございます。おはようございます。さて、朝が苦手な私がなぜ朝からこのスタジオにお邪魔しているかというと、今日はこのパンダスタジオさんに素敵なゲストをお迎えしています。まずはご紹介します。おはようございます。おはようございます。はい、今日はまだ世の中に出てないこの新製品のですね、リーベックさんの素晴らしい3曲をご紹介していただくということで、はい、まずはお隣の方からご紹介します。桜井さん、自己紹介お願いします。はい、平和石工業の桜井と申します。私はあのリーベックで、販売とマーケティングの方を担当しております、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は桜井さんと私がフェイスブック上で知り合ったのは今から1週間ほど前ですよね。はい、そうですね。はい、あのキバインターナショナルの冒険家のね、西村社長と私が日本に行きますので何か面白いことをしましょうという相談をさせていただいてた時に、フェイスブック上で、そしたら桜さんがポーンとコメントをくださって、ね、はい、それでですね、あの今日スタジオでこのように取材させていただくことになりましたけども、ね、まあね、はい、びっくりされたんじゃないですか、急にそんなこと。いや、もう本当にびっくりしました。あの、はい、西村さんはあのフォローさせていただいてますんで、はい、大体こうつぶやきが入ってくるんですけども、まあ、ちょっとそれで見て、あ、面白そうだなというところがありまして、ね、ちょっと書き込んだらもうどんどん来いみたいな感じで声がありました。そこがやっぱりもうこうキバインターナショナルの、ね、強みでございますけども、ね、今日はそういったことでまだこの日本の市場には出ていないという最先端のこちらの三脚をぜひご紹介していただきたいということなんですが、はいはい、ではお隣の方も自己紹介をお願いいたします。平和製工業サービスの山村と申します。よろしくお願いします。山村さん、よろしくお願いします。主にあの修理の方を担当しております。はい、今日はもう営業でもうバンバン突き進んでいく桜井さんと、はい、それから技術のことだったら全てお任せの山村さんの二重奏でお送りしていきたいと思います。はい、はい、それでは早速まずこちらのですね、最新版のカタログの方からご覧いただきたいと思います、はい、まだ皆さん出来たてですのでね、ちょっとだけその素晴らしい内容をちらこちらでございます。そちらでございます。これ私実はパンダスタジオさんのこの試作品の状態の時に、はい、実はこのスタジオなどご紹介している映像をというか画像をちょっと見させていただいたんですね、はい、それでぜひやってみたいと思ったのがこのカメラのここに乗ってですね、はい、それでもうぐわーっとここに皆さんの近くに寄ってどういう動きをするのか見てみたいと、はい、西村社長に申し上げましたら桜井さん、それはちょっとやっぱりそうですね、はい、あの耐荷重がですね、これアームをマックスまで伸ばした時に、10キロになってますんで10キロ、そうですね、あの幼稚園児も乗れないという状態になってます。あくまで小型カメラを、はい、まあ、載せるという形の用途になってますね。皆さんすごいのはやっぱりですね、これクレーンというかアーム式でこう動きますので、はい、ありえないアングルからの映像が撮れるということなんですね、これが。そうですね、はい、通常はですね、あのどうしても手および三脚でこう撮るので、はいはい、高さのある絵っていうのはやっぱり撮れないんですよね。そうですね。で今は例えば、まあ、ブライダルさんとか、はい、そういったところでやっぱり参加者自体が、はい、そのハイビジョンのカメラを持ってらっしゃるんですね。でそうなるともうあのわざわざ業者に頼まなくても自分たちでやればいいじゃないかみたいな、はい、うん、そういう一応感じの風潮にはなってはいるんですけれども、はい、こういったですねジブアームと、リモートヘッドを組み合わせることによって、はい、これもマックスで伸ばした時は3メートル75ですね、まで、高さいきますので、はい、マンションでいうと2階の高さからこう撮ってるような絵が、アングルが撮れますので、まあ、そういったところで今後差別化とか図れればいいかなと、はい、あとはもうちっちゃいそのスタジオ様とかでも、はい、これ伸びたり縮んだりするんで、はい、まあ、そういったところで、まあ、スタジオの大きさに合わせて屋内から屋外まで運用できるというのが売りになってますね。そうですね、はい、いや私もですね、もうこういう新製品とかですね、最先端のものがもう大好きで、ええ、わざわざオーストラリアから今日飛んできてしまったんですけどもそうですか、やってみたいなと思ったのが、もう手元でですね、いろいろとこうズームを、ね、あの寄せたりとかできるということで、はい、そうですね、やっぱりあれですよ皆さん、あの決定的瞬間とかね、はい、なんかぐっとこう涙をこらえてるところってブワーって揺れたいじゃないですか。そうですね、その時にやっぱりこちらのリーベックさんとですね、はい、この超スーパーズームが手元でグワーッと揺れるわけですよ。そうですね、素晴らしいですね、はい、
それでこれは今日は VTR などをご用意していただけるということでしょうか。え、あのバックで流しますんで、はい、VTR、はい、スタートできますかね。そうですね。じゃあ山村さんもご一緒に、はい、はい、よろしいでしょうか。コール行きましょうか、はい、それでは皆さん、はい、VTR スタート。来た、お、来ましたね。ちっちゃくなってる、ちっちゃくつ大切にということになりますよね。はい、はい、そうです ね、 ね、これをやっぱりそうですね、開発からしっかりと育ってきて自分の娘をお嫁に出すような気分でいらっしゃるのはきっと、そうです ね、 ね、あの特に、開発のメンバーというのはそういう思いが非常に強いと思います。うそうですね、あのリモートヘッドとかもですね、はい、もう気の遠くなるような、耐久試験だったりとか、はい、まあ、3日間ずっと回しっぱなしとか、はい、それで発熱が大丈夫だったりかとですね、そうですね、入念に入念に、それはもう埼玉の工場で、はい、やっておりまして、隣本社がの事務所があって、その隣がもう工場なんですね、はい、でもうすぐ何かあったらすぐ行けると、行けるとという状態で、まあがっちりと組んでやってますんで、はい、よく本社はどっかにあって営業本部はどっかにあってとかいうことがないので、はい、そこはうちの強みだと思います。強みですよね、はい、何かあったらすぐに開発にフィードバックをして、はい、それを改善をして、はい、で製品に反映させるというサイクルができるのはやっぱり小回りが効くうちならではの、小回りが今日もね、もうそうですね、今日も早速小回りで、はい、素晴らしい。それで、まあ、あのこういったですねリーベックさんの商品をですね、開発からもう手塩にかけてきて育てていらっしゃるのがやっぱり技術のね、はい、ご担当だと思いますけど、はい、まあ、あのや
ご担当の方、やっぱりこう普段職人さんってなかなか寡黙な方が多いと思いますけども、ね、はい、やっぱりぜひね、開発に携わって山田様から一言いただきたいですよね。そうですね、はい、お嫁に出す気分というのはどうでしょうか。7月に、開発じゃないのでですね、技術の方でね、そうなの、山村修理なんで、修理です、修理の方で、本当は技術のものも連れてこればよかった、はい、そうですね、次回連れて、次回連れてきますね、お許しください。はい、きっとでもこの今日は生で拝見見ていただいているかどうか分かりませんけど、はい、きっと技術でこうやって育ててきた方もこのアーカイブをご覧になってね、そうですね、あ、いよいよお嫁に7月に自社の製品が行くんだなということでしょうね。はい、はい、さて今日ご紹介しましたのはこちらのリーベックさんですけれども、はい、発売予定が7月ということですが、7月の一応上旬を予定してますね。はい、はいはい、ということで今日はですね、VTR でもご紹介しましたけれども、これまでにないようなアングルをずっと寄ったり、はい、また上から撮ったりですね、できるという素晴らしいこの三脚ですけれども、ぜひこの発売を楽しみに、はい、まずはきっとこの第1号の方はこちらのキバインターナショナルのパンダスタジオさんに、そうですね、オレンジスタジオっていう、まあ、音楽のプロモーションビデオをですね、はい、撮るスタジオ、ここはブラックスタジオになるんで、こことまた違うオレンジスタジオのところで、はい、一応導入は確定されております。実際ですね、それを使って撮られた映像というのが、はい、キバインターナショナルさんのホームページにアップされております。はい、で、また前回ですね、別の番組をここで撮影したものがあるんですけれども、はい、それは完全にこのジブアームを使ってですね、うん、撮影された映像で、はい、例えばですね、こういったパソコンを操作している画面を、皆さんに配信するときに、はい、こっちからだと見えないですよね、はい、こういうのがあって、それを例えば真上から真俯瞰でその操作画面の手を出しながら、もう一個でその画面を抜くというような使い方もちょっとできるんでですね、その映像が基盤さんのホームページ、あとは当社の方には、これに関しては当社のニュースの欄にですね、こういった形で私が喋ってるもうあるんで、はい、ぜひご確認いただければと思います。はい、はい、ということで、日本一が大好きな基盤インターナショナルさんから、はい、リベックさんのね、こちらの素晴らしい新商品のまず第1号で、はい、導入されるということですので、早速そのオンラインスタジオの方でね、はい、皆さんにお試しいただきたいと思います。はい、はい、メイドインジャパン、この製品の良さの日本からリベックさんから世界に向けて、はい、まもなく新発売となります。はい、今日は朝早くからどうもありがとうございました。ありがとうございました。もう1点だけいいですか。あ、どうぞどうぞもう1点だけです。もう一個だけ説明をさせてほしくてですね、はい、RS の、新型の三脚なんですけれども、はい、そちらの方のご紹介をしたく思いますので、はい、VTR いけますか。VTR ですね。VTR 用意してあります。VTR、はい、スタート。スタート。ありました。はいですね。三脚です。三脚ですか。はい。The new and improved evolutionary Liebeck RS series.Now adopted with a fully adjustable counterbalance system that enables accurate stop operations at any angle. Newly designed torque system with low temperature characteristic, allowing perfect camera work as low as minus 40 degrees. The payload capacity for the 250 series is 6 kilograms 13 pounds, 9 kilograms 20 pounds for the 350 series, and 12 kilograms 26.5 pounds for the 450 series.Each series includes your choice of a floor spreader or mid-level spreader. The new Advanced RS Series with upgraded functions. All RS Series are now equipped with an LED bubble level and an extendable panhandle. In addition, the 450 Series now includes a highly developed durable tripod case for ENG usage. The technology you can reach.RS できるというところの、まあ、基本性能のものですね。私が通販で買った足の折れそうな三脚と大きな違いがよく分かりましたけれども、そうですね。で今回ですね、まあ、その RS のシリーズなんですけども、リニューアルをしまして、はい、変更の要望が多かった点に関してですね、ちょっとまとめました。じゃあ三脚のとりあえず絵を出していただけますか。はい、はい、あ、こちらになりますね。はい、はい、
で、この RS なんですけど、はい、250、350、450の3つのシリーズに分かれております、はい、で、まあ、小型のハンドヘルドカメラからですね、まあ、ちょっと比較的最近な、まあ、ショルダータイプのカメラですね、はい、まあ、こちらの方を全部一応一通りこの3ラインナップの方で網羅するような形になってます、はい、で、250と350のシリーズは、従来ですね、水準を合わせるときに、はい、まあ、水準計は普通についてたんですけども、はい、まあ、ライトがついてなかったんですね。それで例えばうちの製品とかって結構ブライダルさんだったりとか、はい、そういったところに入ってるケースが非常に多かったんですけども、それとどういうことかというと、ブライダルを撮影してるときに、うん、暗いんでですね、はい、水準が合わせられないんですね。見えなかったね。見えないんです。で、はい、なんで、まあ、携帯のライトとかそういったものをこう当ててですね、はい、やっておりまして、もうこれなんとかしてくれよという話がですね、非常にこうバッとこういろいろ話が入ってきまして、はい、で今回、まあ、LED のランプがまあつくことになって、はい、まあ、中の金型とか全部その LED のランプを入れるために全部変更しなきゃいけないんですけども、はい、まあ、そういったものもですね、まあ、もろもろクリアをして、はい、LED のランプを今回付け出していただきました。それはでもクライアントさんからのご要望がすぐにそうやって反映されるっていうところがすごいですよね、はい、そのちょっとしたそのライトの工夫を取ってみても、はい、普段使っているプロの方ってやっぱそこが欲しいわけですから。そうですね。それがやっぱりすぐにこうしてリベックさんでね、はい、反映していただけるっていうのはやっぱ素晴らしいですね。はい、であともう一点はですね、はい、パンボですね、要するにカメラをこう拭く携帯が誰の携帯ですかね。多分次の取材先さんだと思います、はい、出てもらっていいですか、すいません、はい、パンボって要するにカメラをですね、はい、この上の、ダメか、これはですね、はい、カメラをこう振るための棒なんですけど、はい、ここは伸縮になってます、はい、でこれ例えば壁を線にして、はい、まあ、狭いところでこうやるときってそのパン棒が長いと、はい、ここ後ろが取りできなくなったりとか、まあ、お客さん自体で結構カットしたりやってらっしゃる方もいらっしゃったんですね、はい、でこれが一応伸縮する一応機構がこうついておりまして、まあ、その辺のところも一応できると。で450に関してはもともと LED がついてましたんで、その脚の長さを、はい、高さを6センチこう高く、上げたりとかですね、あとはバッグのケースが、まあ、さらに厚手のパッドだったり水を弾く機構になってたりとか、はい、というのも一応こう取り入れられさせていただいて、はい、で値段がそのままということなんですね。気になるお値段は、ね、気になるお値段に直接お問い合わせお願いいたします、はい、一応、はい、250のシリーズが10万8000円で、はい、350のシリーズが15万円で、450のシリーズが18万5千円ですね。これ税別の標準価格になってるんで、実際はもっとお安いです。実はキバインターナショナルさんの西村社長にお電話いただきますと、はいはい、素晴らしい西村ディスカウントがあるかもしれないあるかもしれません、はい、あくまで仮定ですからね、はい、はい、自己報告でございました。はい、はい、ということで桜井さん、はい、はい、あとは何か皆様にお伝えしておきたいと。そうですね、はい、当社ですね、はい、アフターサービスという形でですね、はい、まあ、今回山村をこう呼んでおります、はい、で今回なんで山村を呼んだかというと、今回そのパンダーバードさん、パンダーバードの、はい、バイクあるじゃないですか。もう今日私もパンダーバーク、まあ、ね、パンダーバードボードで行きますから、はい、そのバイクを作られたその経緯がですね、はい、西村社長が3.11 の地産被災があった時に車がちょっと入れなくて、はい、いろんなところをこう取材できなかったという思いからですね、そういったもうバイクをこう作られたというようなお話もありまして、で当社もですね、一応まあ三脚のメーカーなんですけれども、できることはないかと、被災者の皆さんにできることはないかということで、いろいろですね、やりました。で、はい、そのエピソードをですね、シュールの山村から、はい、手短に語っていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、まあ、去年1年間かな、震災対応の修理を行ってホームページで告知したんですね、はい、でそのところ、したところ 2,3 件の修理依頼が来まして、まあ、実際に来たものを開けてみますと、はい、中村もうドロドロで、やっぱこの被害のすごさっていうのをもう身をもって感じることができまして、はい、もう中がもう砂、はい、泥でもう全くお手上げの状態、はい、でやりまして、まあ、ある程度その対応をいたしまして、まあ、お客さんからお礼の、お菓子をもらったのかな、はい、お菓子等をもらって、はい、やったことがあります。特別対応していただいてありがとうございましたと
という形で今後ともよろしくお願いしますということで、はい、東北のお客さんですね。そうですね、気仙沼かどこかだと思います。ですね、あ、よかったですね、はい、なんかもうそういう心のつながりの絆っていうのがもう商売を超えてなんか心の絆としても人としての思いやりとしてこうしてつながっていくというのは素敵なことですね、はいはい、でこの、まあ、アフターサービスというのはちょっと当社の一応強みで、はい、三脚のメーカーって日本のメーカーってほとんどないんですね。で、ない中でほとんどは競合は海外のメーカー、はい、そこの中で、まあ、日本のメーカーとして、なんとかこう生き残って、まあ、この円高で非常に苦しいは苦しいんですけど、まあ、なんとかできないかというところで一応いろいろ頭を悩ましておりまして、そこでですね、当社はもう工場が埼玉にあります。で部品も埼玉にあるんで、全てのほとんど全てのパーツはほぼ即納。そうですね、サービスのも同じ敷地内にありますので、ね、もう修理が来てどのパーツがいらない、ないなって思ったらもうすぐもう取りに行けます。そこは強いですよそうです ね、 ね、あのもう日のいずる国日本でございますから。す、ね、私は海外に住んでますけども、でもやっぱり日本のそういったクラフトマンシップというかサービスのきめ細かさとかね、それから商品の良さっていうのは必ずやっぱり日本の強みでお家芸であると思いますので、はい、リーベックさんがこれからどんどん世界に羽ばたいていくところを思い描きながら、はいはい、今日の締めくくりとさせていただきたいと思います。あともう1点だけもう1点だけです、はい、すいません、ですね、当社なんですけどちょっといいですか、出していただいて、展示会をですね、はい、行います、今回ですね、まあ、ご紹介した、まあ、おそらく映像でしか紹介できなかったんですけれども、はい、今回のこのクレーンだったりとか、まあ、リモートヘッドですね、あと新型の三脚というのをですね、一応ご紹介する機会というのをちょっと設けさせていただきました、はい、まず、大阪で1回行ったんですけれども非常に好評でですね、東京でもぜひやってくださいという形で、はい、まあ、Facebook でも結構声が集まったので、ちょっと東京でやってみようかと思います、はい、でアフター NAB の2012の in 東京ですね、はい、これがですね6月15日の金曜日、まあ、明後日ですね、はい、13時から19時まで恵比寿の駅から徒歩1分のスタジオ恵比寿8階のスタジオ8で、行っております、まあ、軽い軽食も用意しておりますので、はい、ちょっとどんなクレーンなのかというのを実際触っていただくいい機会だと思いますの で、 はい、あとはそのレールだったりとかと組み合わせて、でちょうどスタジオを借りてるんで、はい、スタジオの半分をスタジオっぽくしてですね、より実践に近い形でですね、お客さんに触っていただこうというコンセプトで一つ作っております、はい、今日ちょっとパンダスタジオさんから、はい、あのパンダのぬいぐるみ1個借りて被写体として、はい、ちょっと借りようかなというのがありますんでお願いします、はい、であとはですね6月21日来週になりますね、東北映像機器フェスティバル2012ですね、はい、こちらの方を行います。こちらは東北の方、昨年は確か、被災の影響で亡くなってたんですけれども、はい、今年はですね行いますので、東北の方は6月21日の木曜日10時から17時、はい、仙台サンプラザホールに行っていただければ、こちらの方のリモートでも触れます、はい、であと九州放送機器店ですね、はい、こちらの方が7月の4、5マリンメッセ福岡ですね、はい、福岡駅からすぐ近くだと思います、も行いますので、はい、こちらの方ももし当社の製品にご興味がある方でしたらもうこのうちのどれか行っていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。九州の方は私も行きますので、はい、リーベック製品をお持ちの方、はい、お気軽にお声をかけてください。すいません。で九州補足機器店なんですけども、今回ですね、テストケースでですね、山村の方がまあ、当社アフターサービスがいいところいいところでアピールしようというふうに思っておりまして、出張修理、まあ、見積もりみたいな相談コーナーというのをちょっと作ろうというふうに思ってます、なんかですね、まあ、三脚、まあ、九州の付近に住んでらっしゃる方で、まあ、三脚でこういうことがあったよとか、まあ、あればあの山村の方にご相談、当日の修理はちょっとできないんですけれども、ご相談いただければ的確なアドバイスができると思います、まあ、こういった形でしっかりとアピールしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。あらかじめホームページの修理お問い合わせからご相談いただければ対応いたしますの で、 です、ね、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、以上です ね、 ね、あの九州の方までですね、はいはい、皆さんも見ていただけるということで、はい、展示会のご紹介でございました。はい、はい、ということで桜井さん、本当に私たち今回ポンポンポンとテンポよく、ね、また展示会の前でタイミングも本当に素晴らしかったと思いますけど、ね、はい、皆さんにこうしてご紹介させていただくことができました。7月の白馬発売も本当に今から心待ちでございますが、はい、ね、はい、パンダスタジオさんでぜひね、仕上がったもの入ったものをぜひ見せていただきたいと思います。もうぜひ体験いただきたいと思います。はい、はい、ね、それでは今日はリーベックのお二方にお越しいただきました、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
それでは放送は続きまーす。はい、ドン。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。